久保玄次郎、年尾久保玄次郎、年尾久保玄次郎。年尾は、徳島県出身の剣道藩士、教育者、野球新影流、第九世、久竹館道場初代館長、慶応三年正月5日、現在の国座根村に生まれた。市政豪帰、連直。明治十四年小学校の協定を終え、和館の転籍を、宮田霊蔵に学び、剣道を金久し鹿の虫に習い、 明治22年に野牛新影流免許を受け、その後各府県を修行に回った。日露戦役後創立された第二本部特会は、日露戦役後ますます盛んとなり、全国に支部を施作るや、特別会員に列し、佐賀、福岡両県の指導者となり、武道を学ぶ者皆その方へ赴いて、道場を開設すること重要後、部名は九州を押した。また、 全国演武大会において十五本勝負に見事、栄冠を得、実に、創冠を極めたという。明治三十八年帰郷して、国ザネに、久竹館道場を開設し、青年に、合犬の精神と連結の清志三を養うた。金駆鹿の虫から指導流の改伝を受け、明治四十二年第二本部特会から、剣道精錬賞。 大正10年第2本部特会20回以上、出演者として、表彰杯、同11年剣道教師、同12年文部省から、中等学校教諭、昭和3年藩士として押された。また、徳島県立農業学校、宮崎県立都の城中学校、不評連帯小公団、徳島高等工業学校等の剣道教授を、嘱託せられた。 昭和8年5月19日、67歳で、病没した。一見も手合軒の精神を、養い、一見も手連結の上層を語る。ごみ族を攻み出し、精子を超越す。先生の幸風、腰山もかふるなく、先生の清志説、吉川明武部氏。徳島では、明治の牽制と歌われ、その功績を称え死後門下生によって某碑が建てられた。 石文の文面は、当時徳島新報の記者であった観学者の井上、宇宙によって書かれた。また生前各府県を回った、英明録は、旧版の剣術指南の名前や設立後間もない、大日本武徳会幹部の名前が多数記載されており、大日本武徳会が進めていた剣道の協議会以前の、剣術流派の活動を知る貴重な資料となっている。久保源次郎敏夫が、 明治38年に設立した久竹館道場は当時のままであり、現在では四国で最も歴史のある武道場となっている。大日本武徳会による剣道の競技化が進む中で、武道と密接であった神事が衰退し、戦後剣道がスポーツとして位置づけられた結果、武道神事が伝承されている武道場はほとんど姿を消した。しかしながら、現在でも、 久保源次郎敏夫が設立した久竹勘道場は、伝承されている、野牛新影流や、野牛新影流武道神寺を、当時のまま武道信仰の本山である、四国礼宝博士山や関連する三増子屋平の、川上神社のみならず、阿波国和幸宮である、大朝彦神社、山城国市の宮である、鴨御祖神社、泉国市の宮である、大鳥大社、香川県の白鳥神社など、 武道信仰の厚い名車に奉納しており、その教えや伝統は、脈々と受け継がれている。能富のりを、陣内和夫、辻真ピーラー、伊賀哲五郎、内藤隆次、小林貞之、三橋勘一郎、中田義則、大石はじめ、上田平太郎。ありがとうございます。